皆さんこんにちは、こんばんは、アスカです。今日もスーパーマリオメーカーやっていきましょう。みんなが楽しめる偉大なる海、ファイアーウェーブハザードやっていきましょう。なんか神秘的な感じがするね。偉大なる海。それでは階段を一歩ずつ登り、行け。うわと思ったけど結構ゆっくり。まずはね、徐々にジェットコースターは徐々に加速してきます。まずは中間。来た。やばい。ちょっと待って、やばい、しくった。いけ。あれ、ちょっとやり方があれだった、私がいけない。もう一回すいません。いきます、タイミング重要。もう一回、もう一回回ってきたところ行く。ほう、行け行け。ちょっと今ズコってしちゃった。よいしょ。結構すごい富士山みたいだねここね。うわ綺麗。うわ追いかけられてる。え、くる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 。なに大丈夫、もう大きくなったから。あれ、オッケー。綺麗だね。ちょっと待ってる。はい、ビッグウェーブ行ったよ。あ、やばい。どうしよう。そういうこと。あ、でも、オッケー、いけ。登る。たまらんな、これは本当に。はい、いけ。ここも狭い。全体的に狭い。よっしゃ。で、キノコ取り行く？いや、そんな危険な真似はしません。よし。あ、待って。いや、上だ。あ、やばい。びっくりした。ああ、下からの風景もいいね。水面に映ってる富士山みたい。やっちゃった。右から行こうか。ちょっと待って。落ち着いて。えい、いけ。オッケー。よし。はい、こっち怖いよ、なんか。あ、いいじゃん。全然楽勝だ。オッケー、牧場。オッケー。よっしゃ、来たー。怖い。ちょっと早くない？さっきより。そう感じるのは私だけでしょうか？もうやだ。はい。あ、やばい。大丈夫。私ならできる。よし。あー、来たー。やばい、怖い。いけ、怖すぎる。あ、やばい、危ない。よっしゃ、もらった。いい、来たー。とか言って。あいやー、厳しいかなー。やばい、これダメだ。お、よし、大丈夫、いつもならできるはず。はい。あ、なに、ビッグコインいらなかったね。なんだろうね。うりゃ、中間。うわ、まだんだ。取んなくてよかった。はい、続いてはほぼ1画面10秒スピードランニングやっていきましょう。こちらは視聴者の方からいただいたコースになります。それでは遊ぶ。スピードランニング、聞いてるだけで英語ができるっていうやつ、やられた。 OK、 スピンですよ。まずははい、ね、ちょんと上つけ、うらうらで、コインで、え、はい、うら、こうか、はい、よいしょ、あ、スピンか、よいしょ、
なあ、はい、来た。いけ、オッケー、登る。うわ、惜しい。来た。おっしゃ、来た。何？ああ。いいよ。集中。オッケー、もろた。あ、どこがダメ？あたいのどこがダメ？はいはい。あら、本気だ。あー、あと一枚。リップでパン。いけ、うわ、まだか。惜しい。面白くなってきました。スピードラーニング。果たしてこれで英語が喋れるようになるのか。よし、来た。ヒップでポン。ヒップで、あー、できた。あーはははは。うってなった。びっくりしたよ、もう。難しかったよ、ヒップでポン。Good job! 一瞬 JK って書いてあるのかと思ってドキッとした。面白かったです。ヒップでポン！いいね！0秒マリオ、いくぞ！惜しくない？気取った言い方ごめんね。ちょっと待って。登って。あ、オッケーオッケー、分かった。冷静沈着に。あ、もう一回。ちょっと分かった。分かってる、分かってるんだよ。指がついてかないんだよ。あ、ちょ、分かったよ。絶対できる。ちょっと待ってよ。分かってんだよ。おう。はあ。5回目。よかった。水中時計。はい、すいすい。すいすい時計になってます。ちょっと待って。こういうことね。え？一緒に行けなくなっちゃった。はい、はい、はい、上通って。はい、ドアに入んなきゃいけなかったの？私は。ごめんなさい。入ったー、中中心部入ったー。うー、ちょっと待って。逃げてる逃げてる。あー、ちゃんちゃんちゃん。待機待機します。で、ファイヤー来る前に逃げる。あー、上行かなくていいんだよ。あいてちょ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 。あー、待機できない。あ、来た。イエーイ、じゃじゃん。ああ、よかった。ちょっとずるしちゃったけどね。はい、それでは最後にヨッシーのラストクリスマスでお別れしましょう。いや、すごいね、このサムネのタイトルも。どうやったらうまく作れるんだろう。ていうか、ヨッシーのラストクリスマスということはヨッシーがまさかなった。でよかった。一瞬ラストのヨッシーがラストクリスマスだから、なんかよからぬことを想像してしまいましたが、いやー
いいね。和んだね。若干ちょっと切ないクリスマスを思い出してしまいましたが、今日はこれでお別れしたいと思います。おっと、いいねを忘れていた。いいね。はい。今日はこんな感じで終わりにしたいと思います。最後までご視聴いただき、どうもありがとうございました。楽しんでいただけましたら、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。昨日はですね、夜、家の近くにラーメン屋さんがあるんですが、そこで、激辛ラーメンっていうのがあったので、挑戦してきました。でね、辛さがね、4段階あるんですが、ビビリなので、1辛。でもね、すっごい美味しかった。ハマった。全部スープまで飲み干しちゃいそうな勢いでしたが、セーブしました。皆さん、辛いの好きですか？この冬は、辛いものを食べて、あったまろう！風邪ひかないようにしてくださいね。それでは、アスカでした。バイバイ。